どうも、三浦夫婦です。はい、今回はまーちゃん何でしょうか。久々に巻き風呂を渡してみようと思います。ということで巻き風呂をね、ちょっと試してみたいなと思います。はい。その前に、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、まだまだよろしくお願いします。メンバーシップは強化中です。どうぞよろしくお願いします。それでは、コミコ、いなくるはい、頑張るぞ。ということで、お願いします。はい、お願いします。久々なのよ。はい。これに乗せてくの、何個か乗っけてから持っていこう。ちょっと待って、あんた手袋持っていてないんだろ。そうなのよ、しまったしまった。乾い取りそうなやつを何個持っていって、下の方から取りたいところだけどね。そうなんよ。でもこっちはあんま積んでないだろ、こっちに。いや、そんなことない、まんべんなく置かせていただいております。なんか乾いてる感じでもないな。むしろこれがすごい乾いてそうよ。それはダメ。ダメな、うん、この前雨降ったっけど濡れとんかね。あ、雨入ってくるもんね、うん、まあいいか。で、入り口のところのあの枝を持っていこう。あ、そうしよう。これぐらいあるか、ね、この枝は家でよし、枝を何もおらんことに。蛇が出てきそうだね、うん、怖い。でも今日寒いから飛んだ飛んだ、とても飛んだよ。これ何もあるやか、だいぶあるよ。よし、めっちゃ蜘蛛の巣ついてんのよ、この蜘蛛の巣だらけ。なんか久々すぎて沸かせるかな。今かき出し中。前回の名残、前回5日ね、前回というか、まあ、わしがやったのがもうだいぶ前だろうな。久しぶりに1回沸かしたじゃん、1、2回。うん、でも1ヶ月は経ってるもんね。あ、それ以上は経つね。うん、夏に1回沸かした気がするんよね。そうそう、まあ、スコップみたいなない。あ、それか、そのバケツみたいなのあるよ、うん、そう取ってくる。炭？すす？いや、もう燃え残りみたい。ちゃんと燃えてない。ちょっと黒くなった木片じゃね。木の枝渡します。うん、よいしょ。木の枝を渡してもらって、枝、うん、いけるかな。なんか奥に奥に組んでった方がいいよって前言われた。誰に？あの、ああ、いいわ。コメントか。うん、違う。あの、ここら辺にさ、まだおるじゃん。うんうん、あの薪でお風呂沸かしおる、うん、家の人たち、職場の人に持ってさ、縦にこう長いやつは奥に奥に薪をこうくべてった方が沸かしやすいんだって。うん、煙落ち着いたね。いや、すごい出よるで、こっちは。え、見えんだけやろ、そっちから。でもね、火はすごいついてる、うん、へー、上から煙出ろ。うん、ママなんかいる。え、
カニだ。カニ？うん、ちょっとこっち来て。家の中に？うん。カニって水の中で生きれるんだっけ？生きれるよ。こっち来たでしゃべれ。金魚の池に入れちゃいけんのかな。やめた方がいい。金魚死ぬ。ほんと食べられるもん、カニ。どこどこ？あのね、スノコのこっち側。ほんとじゃ。カニよね、それ。カニだね。どっから入ったんだ。カリ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 。横に歩くな。カニは横に歩くもんよ。サワガニ？サワガニだろうな。パパの顔すすだらけなのよ。あ、そう。うん。メラメラ。お風呂の方が沸いたのでちょっと着替えていきたいと思います。行くぞ。それでは着替えてきましたので、ちょっと久しぶりに巻き風呂に入っていきたいと思います。メガネ外す。あの、普通に立って。芋の不織布がすごい邪魔。これで行こうか。あ、いい。もうちょっとさ。もうちょっとケツ突き出してみて。いやいや、普通になって、普通に戻って。でもうちょっとさ、左へ向いてくれる。こう、こう。それ右ね。お前右と左いつも間違えるの。それでは蓋を開けてみます。オープン。なってる。熱い。うん。じゃあ入ってみようかな。いい感じ。やっぱり何も見えないんでメガネつけました。濡れるけど。じゃあ入ります。どう？うん。ぬるい。あ、湯気見えるわ。湯気が見える。うん。湯気すごい出てる。あったかい。気持ちいい。なんか久々、このなんか、煙の匂いのするお風呂。どう？あったかいね。あったかいよね、うん、気持ちいい。なんか外が今日寒いけん、暖かさが気持ちいい。ちょうどいい。ゆうにちゃんと見えるかな。なんか普通にお風呂沸かしたやつより壁があったかい。壁？風呂があったかい。
風呂釜だろ。そうそう、風呂釜があったかいから余計にあったかく感じる。背中があったかい、この当たってるところが。これから冬の時期になったら、そう、お湯入れるよりも沸かした方がいいよね。全然違う。このちょっとやっぱ薪風呂、薪を焼いた、この匂いも、あ、薪風呂だなって感じ。とても気持ちよすです。あー、いい。薪風呂の方が冷めんのよね。いいな、気持ちいい。もっと暑くてもよかった。ちょっと待ってよ。え、はい、あ、開けてくれ。もっと暑くなるか。え、金木犀、入浴剤を入れろと渡されました。いい匂い、すでに金木犀の匂い。チャポン。おう、真っピンクなのに出てくる泡はオレンジだぞ。ママこのモコモコ好きなのよ。すごい匂い、この発泡好き、モコモコ気持ちいい。入浴剤全部溶けた。見えるかな、このちょっとオレンジ色っぽくなった感じ。すごい見えるかな。すごい、あ、いい匂い、あったかい。まだ沸いてる？すごいメラメラしてるね。あったかい。久々の薪風呂いいな。でもやっぱり時間がかかるね。時間がかかる、やっぱ2時間ぐらいね。え、仕事がある時とか入れるのこれも難しいやつ。ほんと休みの日じゃないと無理だ。気持ちいい。やっぱあれだな、プールのお風呂と違うな。どっちがいい？こっちがいいよ、周りがあったかいもん。ああ、そうプールのお風呂はお湯はあったかいけど周りが冷たいしすぐ冷める。こっちの方はやっぱり冷めない。気持ちいい。まだ空いてるから泡出さないんでしょうけど。うん、なんか外がメラメラしてる。
回入りまーす。もう一回入ります。さっきよりあったかい気がする。気のせいかな。気のせいだ。一回出た。一回出たけかな。さっきよりあったかくなった気がするのよ。外が寒いけんか。とても気持ちよすよ。やっぱりいいな、巻き風呂。かーい。うん、気持ちいい。このなんか外気が寒いのも冷たい空気なの。そう、冷たい空気で中がすごい冷めずにあったかいのをこうキープできている感じが。ドラム缶風呂の方が冷めにくい気がして。ドラム缶風呂の方が多分あれだろうね。もっとそれを強烈に感じれるよね。よね、なんかそんな気がする。より空気に触れる部分が少ないから、すごいなんかあっちの方が暑い寒いっていうのを楽しめそうな気がする。それはそれで楽しみ。いいね、巻き風呂。冬はやっぱりこれがいい。ということで、お風呂に入りました、はい。久々のね、巻き風呂でしたけど。久々の巻き風呂でしたけど、やっぱり煙がすごいです。あったかかったけどね、うん、煙がやばいっす。やばかった。10万ぐらいが。うん、なんでちょっとね、やっぱりあのなんか水滴みたいなのがね、釜の中にね、釜いうかその要は火をつけるところ、そう、沸かしてるところになんかやっぱりあるんで、ちょっとね、毎日やらないとちょっともしかしたら水が入ってるかもしれないんで。そう、久々にやるといつもひどいよね。うん、なんでちょっとね、しばらくちょっとあの火をね入れて、あのその下が多分ね水分含んじゃってるんで、それちょっと全部飛ばそうかなと思ってます。乾かして、うん、行こうかなと、うん、まあそんな感じです。まあ冬になったらね、頻繁にできたらいいなと思うけど。そう、休みの日くらいはね、うん、できたらいいかなと思って。せっかく巻き風呂なんで。そう、ね、頑張って薪も作ってきたので、うん、でやっぱり下からね湧いてるんで、そう、あの湯船の下からこう来るからね、うん、気持ちいいです。背中がね、特にこう筒中つけてるところがね、すっごいあったかいんで、やっぱりいいなっていうのをね、うん、そうそう、普通の風呂よりやっぱり全然いいよね。ね、ずっとね、あったかいよね、うん、ずっとあったかい。そう、出た後もね、そう、うん、ただ煙がすごかった。そうなんです。もうあれだけ本当に困る、ね、本当にね、うん、まあいう感じで終わりましょうかね。はい、それではチャンネル登録、コメント、グッドボタンもどうぞよろしくお願いします。メンバーシップは強化中でございますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは終わりましょう、はい、グッドボタン、ありがとうございました。暑い、暑い。